株式会社エレナは長崎県佐世保市に本社を置くスーパーマーケットチェーンである。1959年4月に中村食品ストアとして開業し、1979年7月に1000万円の資本金を出資し、株式会社中村ストアに組織改編される。その後、店舗ブランドは中村ストアを経て現在のエレナとなった。この名称は、 社員候補によって決められ、2名の社員がそれぞれ、エレガント中村、エレベート中村の略として出したアイデアである。2011年6月に称号を変更され、これまで愛称や店舗名として親しまれてきたエレナは企業名となった。食品スーパーマーケットだけでなく、ダイソーやツタヤのフランチャイズ運営も行っており、五島列島の店舗は株式会社ドゥイングによる、 フランチャイズ運営となっている。長崎県内に集中しているが、佐賀県にも数店舗出店している。2013年11月には、通常のエレナよりも店舗規模が小さく、生鮮食料品を中心とした生活必需品を一通り買うことができる小型店舗、業態エレナミニを立ち上げ、その第1号店として、3んが町商店街にエレナミニサンクル店を オープンした。2014年11月には、食品スーパーと直売所を合わせ持った、新業態店舗、中吉村を立ち上げ、その第1号店として、諫早市に、中吉村有機店をオープン。エレナ大野店への移転、閉店後も建物が残っていた旧、エレナ瀬戸越店後も、中吉村へ転換され、2号店となる、中吉村瀬戸越店として、 約4年3ヶ月ぶりに再開業した。2015年4月には、佐賀県唐津市に3号店となる、中吉村、北畑店をオープンした。2015年11月には、最寄り店舗までの距離が遠い、自家用車がない、介護などの諸事情で買い物に行けないなど、いわゆる買い物難民のニーズに応えるべく、日産、NT100 クリッパーをベースにし、牛乳、パン、卵、 野菜、ウインナー、ハムなどの食料品を中心に取り扱う、パオパオ号を導入し、移動販売事業を開始した。2019年1月時点では、日曜日やお盆、年末年始を除く月曜日から土曜日に運行されている。運行ルートは曜日ごとに決まっており、途中老人福祉施設も巡回する。エレナ・アイウラ店2020年6月現在、長崎県。 46店舗佐賀県、5店舗星印、スタヤ併設店舗イン、ダイソー併設店舗イン、ダイソー単独店舗補足ポイントカードは1回の支払いで200円ごとに1ポイントが加算される。また、プラスポイント商品を購入した場合には、通常ポイントに加えて、ボーナスポイントが付与されるほか、かつては1000円以上購入してレジ袋を断った場合、1回の購入金額に応じて、 エコポイントが付与されていた。溜まったポイントは、エレナ直営レジに限り、会計時に1ポイントイコール1円で利用できる。2016年12月1日に、カード発行手数料の一部改定と発行されるカード形式の変更を実施し、従来は新規発行、再発行を問わず、有料となっていたカード発行手数料を新規入会時のみ無料化し、 発行されるカード形式をこれまでの親子カード3枚1組から親カード1枚のみに変更した。2017年2月2日より電子マネー機能を備えたスマートエレカの発行が順次開始されており、従来のエレナポイントカードの新規発行は同年3月30日までに終了。利用についても2018年4月30日で終了となり、 スマートエレカへ完全移行された。これにより、利用終了までに、スマートエレカへの移行手続きを済ませている場合を除き、エレナポイントカードの会員資格が失効し、ポイントも無効となった。なお、五島列島の FC 店については、エレナポイントカードや、スマートエレカではなく、フランチャイズ先である、株式会社 d ゥ i n g による、独自のポイントカード、 トゥインググループメンバーズカードが発行されており、エレナが発行するカードとはシステムが異なるので注意が必要である。また、f c 記号の裏店に関しても、スマートエレカ非対応となっている。以前は、店内入り口に、パオパオくんと呼ばれる、タッチパネル式の端末が設置され、各店舗一人一日一回限り、来店ポイントを付与することができた。ポイントカード里面にある、 バーコードをパオパオ君の読み取り部にかざし、画面に表示された5枚のカードのどれか1つをタッチして、出てきた数字がそのままポイントに加算される。また、500ポイントに達した時は来店ポイント取得後に、表示される発券ボタンを押すと500ポイント券が発行され、支払い時に使用できた。通常は500円分だが、 不定期に600円700円分として使用できる場合があった。なお、ポイント券を使用して余りが出た場合、余った分を釣り線としてもらうことが可能であった。このパオパオくんだが、2010年9月にポイントカードのサービス内容改定に伴って、同年8月30日をもって廃止となり、以降、来店ポイントの付与やポイント券の発券などができなくなった。 その後、同年10月までに端末の撤去が完了した。廃止となった来店ポイントサービスの代替処置として、2011年2月28日までの期間限定で三級ポイントを設け、1回の会計で2ポイントを上乗せするサービスを行っていた。2013年11月からは、ポイントカード会員を対象とした新たな企画として、ビンゴスタンプラリーを開始した。 月初めにカードが配布され、設定されているビンゴ実施日に1000円以上の購入で、ポイントカードと共にビンゴカードを提示することで、指定されたカード日付の場所にスタンプが応印される。また、月下旬の指定日にはお助けデーが設けられており、前述の条件を満たすと空いているマスを一つ、応印することができる。ビンゴが成立した場合、交換期間内に必要事項を記入の上、 提出すると、一列揃うごとに30ポイント、パーフェクトを達成した場合は300ポイントが加算される。サセボ5番外店闇にサンクル店は開始当初、未実施だったが、2014年から実施されている。ただし、フランチャイズ店舗では実施していないので注意が必要である。また、ビンゴスタンプラリーそのものが開催されていない月もある。二千十五年二月には、 ジャンプスタンプラリーを開始した。応印条件は、ビンゴスタンプラリーの時と同じだが、月曜日を除く毎日応印される上、購入金額に応じて1000円ごとに1個応印されるようになった。さらに、期間中の指定日には1000円ごとに2個応印される、スタンプ2倍デーが設定された。期間中に、スタンプが満杯になった場合には2枚目のカードが渡される。 交換期間内にスタンプカードとポイントカードをサービスカウンターに提出すると集めたスタンプの数に応じてポイントが加算される。なお、今回のジャンプスタンプラリーから仲良し村でも実施されるようになった。なお、スタンプラリー企画に関しては実用新案を取得している。スマートエレカはエレナポイントカードの機能に電子マネーを追加したカードである。 電子マネーを利用するには、あらかじめ店内に設置されているチャージ機にて、現金チャージを行う必要がある。チャージは1000円単位で、1回あたり4万9000円までチャージが可能である。その際、一度のチャージで1万円チャージした場合、インセンティブとして50円分上乗せしてチャージされる。なお、電子マネー残高は5万円が上限となっており、それ以上のチャージはできないようになっている。 また、本カードは現金払いドッキのポイントカードを兼ねているため、電子マネーで支払うときは、店員にスマートエレカで支払う旨を伝える必要があるが、金券類や切手、はがきなど電子マネーでの支払いができない商品がある。電子マネーには、最終利用日、または最終チャージ日から5年間の有効期限がある。なお、新規入会、エレナポイントカードからのカード切り替えを問わず、 申し込み時に運転免許証などの本人確認書類の提示が必要となる。カード切り替えの場合、エレナポイントカードで貯めていたポイントは、すべてスマートエレカに引き継がれるが、事務手続きの関係上、一定期間を要するので、引き継ぎが完了したかどうかはレシートに印字される、総ポイントで確認する必要がある。導入店舗は2月2日に、佐世保市内の一部店舗を皮切りに、 平戸市、北松浦郡、佐賀県伊万里市の店舗は2月23日に導入を完了し、愛浦店と中吉村瀬戸越店の導入により、佐世保市内の全店舗への導入も同日に完了した。その後、再開市、東園木郡西園木郡の店舗は3月2日に、長崎市と大村市の店舗は3月16日に、島原市、雲仙市、 佐賀県富士津郡の店舗は3月23日に、伊佐市、佐賀県嬉野市、佐賀県原津市の店舗は3月30日に順次、導入され、直営の既存店舗全店への導入を完了。大村市の久原店は、店舗改装の時期と重なったため、リフレッシュオープン日である4月7日に導入した。ありがとうございます。